皆さんこんばんは、エジオファの国でございます。今日もまったり開封でございます。今日はこの、2つ目の当選品の開封をしていきたいと思いますので、皆さんと一緒に確認していきたいと思います。ではこちら早速開けていきたいと思います。いきます。よいしょ、せい、いきます。せーの、よいしょ。さあいきます。せーの、オープン。よいしょと、まずはこちらお手紙が入ってます。こんな形で入ってるのは初めてかもしれない。さあこちらが、お、よいしょ、よし、ドン。レディーボーデン春のウキウキキャンペーンご当選おめでとうございます。この度はレディーボーデン春のウキウキキャンペーンにご応募いただきまして誠にありがとうございます。たくさんの応募の中から厳選なる抽選の結果、あなた様が当選されました。ここにご案内申し上げますとともに商品をお届けいたします、ということでございます。レディーボーデンの当選品でございます。そして中身の方がこんな形。何厳重プチプチなんだけど。さあいきます。せーの、わ、結構大きい。おー、箱の中から箱が出てきた。でいきます。さあ来い。よいしょ、おー、オリジナルスピーカー。何これ、オリジナルスピーカーって何。でいきます。こっちか。せーの、よいしょ、よいしょ、ドンドン。おお、もしかして、いきます。こうか。よいしょ、やべ、中からレディーボーデンの形をした。よいしょ、えっとせーの、ゴー。おお、レディーボーデンとは書いてないね。シールが欲しいね、これ。で、ここにスピーカーがいて、で、あ、なるほどね。イヤホンジャックと電源オンオフ、DC、あ、バッテリーで動くのかな？どうなんだろう。で、この中には、はい、あと、USB ケーブルが入っておりました。ちょっとじゃあ、早速聞いてみる。ここ欲しいよね、ここ。じゃあ iPhone 入れてちょっと曲を聞いてみたいと思います。では iPhone をセットしてみました。ちょっとやってみようか。ここの電源をじゃあ入れたいと思います。 Go、 電源入りました。で、フリーの音源をちょっと用意したので、これを聞いてみたいと思います。Go。 これボリュームは？ボリュームは iPhone 側でやるのかな？あ、iPhone 側でボリュームを変えられる。ほう。ほうほう。これちなみに iPhone の音だけで聞くとどんな感じかというと、これをスピーカーにつなぐと、いけいけ、レディーボーデン。ちょっと違う。少しだけいい音がします。やるな、レディーボーデン。というわけで今回、レディーボーデンからオリジナルのスピーカーをいただきました。ありがとうございます。説明書を見ると、なんかね、充電池が入ってるみたいで、フル充電すると2時間、再生できるそうです。どこに入ってんだろう、これ。電池交換とかどうやってするんだろう。ここが特に開くわけじゃないので、電池が弱ってきたら
まあ、つなぎっぱなしっていう言葉なのかな。思った以上にいい音がしました。いい音がしました。まあ、iPhone 生で聞くよりは、まあ、いいのかな。あと、惜しいのはね、惜しいのは、ここにね、ここに、レディー・ボーデンっていう、なんかね、わかるシールがなんかあったらいいのにね、入ってなかったのなんだよな。ね、入ってないね、入ってないね。もしかしたら手作りでラベル作っちゃうかもでございます。というわけで今日はこちら、オリジナルのスピーカーが当たりましたという動画でございました。まだまだ当選に残ってますので引き続きご紹介していきたいと思います。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。あれ？パソコンでご覧の方は右の YouTube ボタンからクリック。スマートフォン、タブレットの方は下の説明欄からよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。